こんにちは、ネットワークのアライドテレシスです。今回はですね、アライドラボ第7回目というところでですね、ネットワークマネージメントソフトウェア、Vista Manager EX にですね、新たに、プラグイン機能、AIO アライドテレシス、インテントベースドオーケストレーターという機能が、追加されたので、こちらの一部機能であるインターネットブレイクアウトについて、紹介していきたいと思います。突然ですが、皆さん、こんなことありませんか？昼休みに、ネットワークが遅い、Zoom や Teams を使っていたら重くなった、テレワークが増えて会社のネットワークが重い、Office 365が遅い、などなど、これですね、実は、皆さんが、特定のアプリケーションを一斉に使うからなんです。どういうことかと言いますと、皆さんが特定のアプリケーションを使いすぎて、それが原因で、会社のネットワーク全体が、遅くなってしまっているっていう現象が起きているんです。これをですね、解消するのが、インターネットブレイクアウトなんです。これを使うと、特定のアプリケーションをトラフィックが分離することができるので、ネットワーク全体をですね、効率化することができます。で、このインターネットブレイクアウト自体はごく一般的な機能なんですけども、皆さん実際にですね、このインターネットブレイクアウトをうまく使えていますか？ Zoom とかで固まったりすることも多いと思います。実は日本特有の問題なんです。なぜなら日本では社内 LAN から外にこう出るときにですね、プロキシーサーバーを使って接続するために起こっている問題なんです。ちなみにですね、海外ではあまりこの方法は使われていないため、こういうことが起きることっていうのはあまりないんです。このですね、プロキシーがあると内部のクライアントが一つに見えてしまいます。一つに見えることでアプリケーションとデータの管理パケットが分からなくなるので、インターネットブレイクアウトがですね、正しく動作できないことがあるんです。これを解決するために、従来ですとパックファイルを入れて端末のプロキシー設定を変更してブレイクアウトをするっていう手間のかかる対応をする必要があります。しかし、私たちは日本メーカーでありますので、こうした日本の事情を熟知しているため、パックファイルがなくてもインターネットブレイクアウトを使うことができるんです。こうやって話すと設定とかすごくややこしいな、難しいなって感じるかもしれないんですけども、 GUI 画面から簡単に操作することができます。実際に画面を使って説明していきたいと思います。はい、こちらが Vista Manager EX の、メイン画面になります。まずインターネットブレイクアウトを設定する前に、こちらのネットワークマップから、どういった動きをするのかというのを改めて説明させていただきます。今回は、左上にある福岡支社からの通信をブレイクアウトさせてみたいと思います。通常ですと赤い矢印の通り、福岡支社からの通信は本社のルーターに行き、そこから外のインターネットに出ていくという動きをします。ここから特定のアプリケーションをブレイクアウトさせて、本社を経由せずに直接インターネットへ出るという動きをさせます。ちなみにこのネットワークマップでは流れているトラフィックの量ですとか通信量の多いアプリケーションを確認することができるので、ここからブレイクアウトさせるアプリケーションを選ぶことができます。ではブレイクアウトの設定をしていきたいと思います。まずメニュー画面から AIO をクリックすると、インターネットブレイクアウトが出てくるので、これをクリックします。こちらの画面から設定を行っていきます。まずブレイクアウトをオンにします。ブレイクアウトさせる元のインターフェースを指定します。それからブレイクアウト先のインターフェースを指定します。で、こちらのブレイクアウト先のインターフェースの IP アドレスもここで入力します。次に非透過性プロキシーの設定をします。これを設定するとですね、Web リダイレクト機能による特定の URL のブレイクアウトを行うことができます。それ以外のトラフィックはネットワークの上位のプロキシーサーバーに転送されて、中身を判別して特定のアプリケーションのブレイクアウトを行います。
つまりですね、これにより冒頭で説明したパックファイルがなくてもブレイクアウトさせることができるようになります。はい、設定をオンにしてプロキシーサーバーの IP アドレスとポート番号を入力します。これで設定を適用をクリックして設定完了となります。設定が完了しましたらですね、次はブレイクアウトさせるアプリケーションを選択します。こちらのアプリケーションまたは URL を追加からアプリケーションを選択します。今回はですね、Office365 と Microsoft を選択しました。これで設定を適用をクリックして設定完了となります。でこちらのですね、隣のありますモニタリングのタブでは、ブレイクアウトを行ったアプリケーションをトラフィックの多い順に上位5つまで表示することができ、ブレイクアウトを行ったアプリケーションのトラフィック量を横軸に時間、縦軸でトラフィックを示すグラフを表示し確認することができます。今回紹介いたしましたインターネットブレイクアウトですが、いかがだったでしょうか。このようにですね、インターネットブレイクアウトの機能を使えば通信量上位のアプリケーションを簡単にブレイクアウトさせることができ、負荷を軽減させることができます。これによりですね、ネットワークの安定性を向上させることができます。このインターネットブレイクアウトの機能はですね、ビスタマネージャー EX、それからビスタマネージャー APL に AIO ライセンスを追加することで実現させることができます。AIO はですね、今回紹介したインターネットブレイクアウト以外にも重要なアプリケーションを設定して通信を優先させることができるアプリケーション QoS、業種ごとに最適なセキュリティ設定を選択できる UTM セキュリティ、拠点のトラフィック量を自動調整できるワントラフィックシェーピング、直感的な操作で簡単に VPN を構築できるダイナミック VPN がお使いいただけます。AIO はですね、現在ワンに特化した機能が中心ですが、今後もさまざまな機能に対応する予定です。それでは今回は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。